大騒ぎになってしまった時は人々をそれ以上動揺させないようその場を離れるのが賢明です。皆はどこだ。ご主人様のとこへ。テンプル騎士団か。また襲撃か。この道進む。道だと。一体何の話だ。光に向かって。しっかりしろ。ご主人様が示してくださる真実のみ、他に何もない。正気を失っている。お前も道を歩け。そうじゃないと滅びる。ご主人様が言ってた。アルムアリムのせいか。何をされたんだ。ご主人様万歳。俺たちを光に導いてくださった。どうぞご主人様のおぼし召しのままに。ご主人様こそ光だ、道だ。光のために。裏切り者にしよう。ご主人様のために。正しき道を歩かぬ者だ。殺せ。急げ。こいつはいい時に来てくれた。そのようだな。気をつけろ友よ。アルムアリムは裏切り者だ。ああ、やつはテンプル騎士団も裏切った。知っていたのか。ああ、お前と話した後ソロモン神殿の地下の廃墟に行ったんだ。そこにはロベールの日記があった。驚くようなことばかり書かれていた。ショックだったよ。だがおかげで目が覚めた。
お前は正しかったんだ。大同士はずっと俺たちを利用していた。聖地を救うどころか我が物にしようとしていたんだ。何としても阻止しなくては。気をつけろマリク、仲間を変えてしまったあの力を見ただろう。奴に近づくな。何か策はあるか。剣の腕はなまっちゃいないし、忠実な部下もいる。俺たちを使わない手はないだろう。彼らの注意を引きつけるんだ。砦の裏から襲撃してくれ。俺がアルムアリムのところに行く時間を稼いでくれると助かる。よし、任せてくれ。彼らは正気を奪われているだけだ。なるべく殺したくない。ああ、奴が掟を破ったからといって俺たちまでそうする必要はないからな。できるだけのことはする。それで十分だ。友よ、安全と平和を。それをもたらすのはお前だ。彼らは罪なき者。弟子が戻ったか。臆病風とは無縁でな。従順さともだな。おかげでまだ生きている。お前をどうしたものか。呪縛を解け。アルタイルよ、声から憎しみが感じられるぞ。憎いか。お前を自由にしてやるほど愚かではない。なぜこんなことを。知ったのだよ。何を知った。真理は存在しない、許されぬ行為などないと。さあ、裏切り者を殺せ。あの世に送ってやれ。ガハッソしたことがあるぞ。お前以上の手だれだった。全てを倒してやった。我が手でな。わしに恐れなどない。どうかな。何を恐れるというのだ。我が支配するこの力を見よ。ことあるか。俺を騙したな。ロベールの計画を断罪しつつ同じことを考えていたか。分かち合うのは性に合わんのでな。思い通りにはさせん。他にもお前に抵抗する者は現れるぞ。ああ、
だからこそ人々の自由意志を奪う必要がある。そうしなければ平和はない。同じことを言ったやつを俺はやった。勇ましいことだ。言葉だけはな。よく言う。体の自由を奪っておいて。なぜだ、大同士。なぜ他の者たちのように意志を奪わん。なぜ俺の心はまだ自由だ。お前の心を奪えば技も損なってしまうのだよ。テンプル騎士団に対抗するためにはお前の技が必要だったのだ。ふぅ、試したよ。お前にも意志を奪おうと秘宝を見せたのだよ。だが他の者と違い、お前は幻惑されなかった。幻？エデンの果実という騎士団の秘宝だ。幻を見せるのだ。神の言葉だよ。分かったであろう。海は割れたりしなかった。水はワインに変わりはしない。トロイア戦争を起こしたのも神の仕業などではない。全ては幻だ。分かったか。お前の計画こそが幻だ。人からその意志を奪い従わせようなど。だが現にイスラム教徒も十字軍も幻に従っているではないか。事実、神の名のもとに人間同士が殺し合っているというのに神はどこにいるのだ。人はすでに幻の中にいる。別の幻をやろう。今よりマシなやつをな。それを選ぶのは本人だ。なるほど。人々が回収するようなものかね。そうじゃない。ああ、理論を失ったか。感情だけで動くのかね。がっかりだよ。それでどうするつもりだ。どうあってもわしに従えぬようだな。邪悪な計画は捨てられんようだな。どうやらこれで手が詰まったか。いや、勝負はつける。はあ、残念だアルタイル。誰よりも優秀な弟子だったのに。弟子よ、目を開こうとしなかったな。かくも頑固な。ありえない。弟子がその死に打ち勝つなどとは。真理は存在しない。この世に許されぬ行為などない。そのようだな。勝利者はお前だ。あれを手に取るがいい。お前は素手で火をつかもうとした。あれは破壊すべきだった。この戦を終結させ真の平和をもたらす唯一の手段を破壊すると。バカな。破壊する。やってみるがいい。我が心は英知を求めたが人の愚かさを知るだけだ。
それは風を追うごとく虚しい探求だった。英知のもたらすものは悲嘆のみ。真実を知れば知るほどに悲しみは癒ます。破壊せよ。さあ破壊してみせろ。俺にはそれはできないのではない。したくないのだ。やったぞ。何だってんだ。さて、地図はこちらに。いくつだ。少なくとも6つ。全部は必要ない。ある程度の損傷は覚悟しておくべきです。全てが稼働状態に保たれてるとは思えません。うち2つは幻の大陸にあったようですし。各地点にチームを送って損傷の程度を調べさせよう。1つでもあれば十分だ。他はどうします。残らず回収しろ。心配の種は積んでおく。生き残りどもに新世界になっても邪魔をされるのは避けたい。このアサシンは？奴は用済みだ。殺せ。待って。ありかが分かっていても手に入れられるとは限りません。どういう意味だ？彼の記憶は絶対必要でしょう。罠の類が仕掛けられていないことを確認するまでは彼を生かしておかねば。そんなのは時間の無駄。万全を期せと博士がおっしゃったじゃありませんか。よかろう。全てが終わったら、その時始末しろ。はい。いつも私のメンツを潰しおって。でも博士のためです。行くぞ。仕事は山ほどあるんだ。安心するのは早いぞマイルズ君。すぐに戻るからな。これは一体何だ。なんてことだ。これは地下。一体誰をここに閉じ込めていたんだ。そいつはどうなった。これは何を意味して。